このそば。ほら、ダメ髪、馬小屋で吐くのはやめろ。まったくこの男は昼間っからどんな夢を見ているのだ。カズマ、起きてください。クエストに行きますよ。なんだよお前ら。なんだよじゃないですよ。そうだぞカズマ、ほらクエストに行こう。言いたいことはわかるけどさ、何も元旦からクエストに出かけることはないだろう。元旦？なんだそれは。せっかくの正月なんだ。お前らもそんな気を張ってないで肩の力を抜いたらどうだ。ほんじゃ、まだ話は終わってませんよ。先ほどから元旦だの正月だの奇妙な単語を羅列して一体何なのです。みんな、ただま。またうるさいのが帰ってきたな。はいよ、おかり。そしてそして、皆様明けましておめでとうございます。は、明けまして。今のが正月の挨拶だよ。ってことで詳しいことはアクアに教えてもらい。じゃあ、ちょっとカズマさん、二度寝はダメよ。だよ、お前まで俺の眠りを妨げる気か。俺は毎年寝正月って決めてるんだよ。それはヒキニートだった過去の話でしょ。今年はそんなのダメ、みんなで楽しむんだから。そうだった、考えてみればこいつが正月にじっとしてるわけがない。いい？ダクネス、メグミン、お正月っていうのは年が明けて新年を迎えたことをお祝いする一大イベントなのよ。なるほどな。それで明けましておめでとうございますなのか。年が明けて新年最初の日が元旦、元旦から数日間のことを正月って言うんだよ。おお、異国のお祭りというのは話を聞いているだけで心躍りますね。それでどんなことをするのですか。例えばお年玉なんて風習がある。親とか親戚のおじさんおばさんが子供にお小遣いを渡すんだ。あとはおせちっていう正月限定の料理を食べたり、正月にちなんだ特別な遊びがあったり。まだまだ奥が深そうですね。私もその正月とやらを楽しんでみたくなってきました。ああ、私もだ。そんなあなたたちに朗報よ。実は私、今日のためにお正月ならではのアイテムを準備しておいたの。おお、アクア、一体何を用意したのですか。早く教えてください。それはズバリ、振り袖よ。部屋から取ってくるから、みんな着てみてちょうだい。またまた。おい、アクア、振り袖は日本の伝統の粋を凝らした礼服だぞ。いくらお前が器用でもそう簡単に。これすごい！これは、なんというか斬新な服ですね。異国の伝統的な衣装か。細やかな柄にきらびやかな色合い、美しいものだな。そうでしょ、今回は特に力が入ったわ。それじゃあ改めまして、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。よし、俺がお前らに正月の正しい過ごし方ってやつを伝授してやる。このスバ、先に騎士が逃げるなどあってはならないことだ。私の名前はダクネス、クルセーダーを生業としているものだ。あれは単身で魔王に挑んだ女騎士がすごい目に遭う小説なども書いたりするのか。アクシズ教徒にどれだけ詰め寄られようとも、私はアクシズ教には入らん。